皆さん、おはこんばんちは、シュアです。今回プレイするゲームは、ファイナルファンタジーエクスプローラーズ。ということでね、本デニューはないね。引き継ぎしたいんだけどな。引き継ぎどうやってやるんだろう。あ、あるある。成功。プレイヤー名の名前を入力しますと。リセットか。よっ。ボイス。やっぱこれだな。これデフォでいいや。相変わらずパターンが少ないな。ちょっと青みがかかった黒。確かこれどうせ自由に変えれるからあんまり気にしなくていいんだよな。その割にパターンが少ないんだよ。クラウド。流浪に剣士。決定と。クリスタル。それは星の力を宿す神秘の結晶。分け隔てなく与えられるその恩恵で、すべての生命は魂。早い。クリスタルをエネルギーとして活用し、文明を発展させ他の生物を圧倒していった。そんな時代の中でいつしか新たなクリスタルを求め、未知なる知恵と挑み、巨大な敵と戦う探検家たちが生まれていた。人々は彼らをエクスプローラーと呼んだ。いきなりダイジェスト。こんな画面見たことない。モルボルだ。鉄巨人レッドドラゴン。数年前に発見された巨大なクリスタルがそびえる古島アモステラ。その地にクリスタルを求めやってきたエクスプローラーがいた。バハムートだ。テラフラーぐらい打ちそうだな、このバハムート。メガフレア。何？いきなり撃墜されてんじゃねえか。おう、チュートリアル。ロックオンできないんですけど。効かねえ。壁際にある洞窟の方へ。戦う、かなう相手ではありません。そんな食らわんな。まあ勝てんよね。Lを押しながらだったか。
誰？危ないところでしたね。大空を支配する召喚獣バハムート。かの者がいる限り空からグランドクリスタルに近づくことはできません。街へ行くといいでしょう。お気をつけて。名前はスラマ。あ、着くんだ。即到着できるんだ。見かけない顔だな。あんたもエクスプローラーか？リベルタスでエクスプローラーをやっているジレットっていうものだ。よろしくな。ユニオンに登録する必要がある。広場の正面にあるぜ。おっさんがいるはずだ。支部長だから話をしてみるといい。チュートリアルだ。とりあえずまずスタートかな。オプション、オプション、縦はリバース。音量小さいって。メッセージ速度速い。よし、こんなもんだな。セーブ。お、お金が34,000持ち込んでる。よし、オッケー。うっす、ようこそ。もうこれ下。さっさと終わらせよ。さて、まあほとんど体験版と同じだったんで、ヒルージ湖に行きますか。これまでにアモステラでは原因不明の事故により多くの飛空艇が消息を絶っている。よって不測の事態にも対処できる高度な能力を有したエクスプローラーにのみ飛空艇の使用を許可する。この試練をクリアし自らの能力を証明してほしいと。さーて、こっちでいいの？違うか。出発。遠いな。よし、ヒルージ湖。ここでコカトリスを倒せ。あいつ？あのでっかいやつかな。強っ。うらかった。いまいち。クリーンが強いな。小型で向いてる方優先かい。よし、倒したな。お、ラッキー魂。よし、コカトリス。今からが本当の戦いだ。倍外支援無効凍結。凍結属性あると便利かな。固まった。全部に凍結属性足しとこう。
凍結に凍結凍結で蒸発するの試しておきたいな。凍結の蒸発、あ、かっ、すげえ便利かも。フィニッシュ。凍結は便利だな。火の大魔性。せっかくここまで来たんだし、帰る前にちょっとアイテムもらっとこうかな。ろくなもんねえな。お、小さなコンパス。あっちの奥には行けなくなってるな。よし、帰ろう。これで飛空艇が使えるようになるのかな。試験は合格だ。飛空艇の使用を許可しよう。なるほどね。未知のモンスターによる襲撃が原因とも言われているが、確認はされていない。くれぐれも注意してくれ。飛空艇が着陸可能なエリアに移動することができます。よし、これで一番初めの移動の面倒くささが少しは。お仕事、お仕事。亡き者へのレクイエム。スケルトン5体。デビスサンド。ちょいちょい、私の願いを聞いてくれよ。近頃、デビスサンドでスケルトンたちがうろついてるって話を聞いたんだ。あいつらはこのアモステラで命を落としたものの慣れ果て、かわいそうな奴らなんだよ。どうか天に返してやってくれ。任されよ。サブ。凍結にしとけばよかったな。雷鳴。これか、ここから出発するんだ。で、あれか、青いところが行けるところだな。ああ、だいぶ移動が楽になるじゃないか。おりゃ。ここだ。さあ、目的地まですぐ到着だ。デビス山脈。スケルトン5匹。お前誰だよ。これスケルトンだな。オーラタッパー。はい、一匹足りんな。レゾナンスバースト。レゾナンスバーストあるとたまりがいいんだよな。
メリメリ黙るメリメリ。レビス高原、あれ戻っちゃう。いるスケルトン。いるわ。よし、ちょっと残った時間でアイテム探そう。違う。アイテムの場所がわからん。あ、奥にある。ここ複雑だな、マップ。もう一つぐらい。アイテムの場所が見当たらん。あー、ダメだった。ずいぶん移動が楽になった。よし、そろそろかい。モンスター研究所。おお、試験あんの。リザードの魂1個獲得。持ってるけど。持ってるけど出るまで戦わなきゃいけないのか。じゃあ運だな、これ。ソニックブレイブ。出るかな。出なかったら詰むんじゃないのかい。あ、来た来た。よし、ちょっと帰ろう。試験は合格だ。モンスターは3匹まで連れていけるぞ。聞いてるよ。持ってきてるんだろ。痕跡に決まってるじゃないか。まあ、まずは作らないと。プリン作ろうか。高っ、5000。攻撃魔力がプラス5のやつができた。まあ1匹目だからあんまり気にしなくていいか。クエスト。モンスター大量発生。ブルードラゴン。ゴースト5。ヒルージコ。ヒルージコ行こう。昼事故、昼事故。仲間モンスターは連れて行ってレベルを上げよう。昼事故。
おお、あ、自分のだった。マンドラゴラはお前だ。5体いる？石化した。クリスタルドライ大地のカゴ。ほらプリンをいじめんじゃない。よし、マンドラゴラ完了。お、魂も。小さなコンパスもゲッキュ。チコルのミーン。アスも、アステパーム。ちょっと大量発生しすぎだろ。あとはゴーストだ。こいつがスケルトンだから、あの幽霊みたいなやつだと思う。スルーしていこう、スルーして。おわぁ、プリンが出るたび間違えそうになる。こいつだろ多分。クリスタルドライブ開封、レゾナンスバースト。おりゃおりゃ、ヒット目しなかった。騎士改正とウィークメーカー。いいのないな。ブラッドウェポン、行けなかった。奥に行ってみよう。輝く灰、屍の灰。あのアイテムのところがあるかと思ったけど特にないぞ。さっき来れなかったのはここだ。アイテムないな。これもただの飾りか。帰ろう。クリスタルのかけら、一体どんな効果があるんだ。さあブルードラゴンに行こう。騎士フィエリテ、我が騎士団の者がデビス高原付近でブルードラゴンの襲撃を受け不覚を取りました。このままでは島民の生活に支障が出てしまいます。神の導きに従いエクスプローラー処刑を、正しき教えを守る我が騎士団に助力。出発と、いるっぽい。いるね。
いるじゃねえすか。リフレクト。回避。テールアタックが結構回るんだよ。巨大化。でかくなったぜ。火だらけだね。AP 回復しとこう。こんだけでかかったら連続ヒットするんだろ。ほら、いいダメージ出た。そして巨大化が終わった。ちょっとアイテム回収しといて、AP 回復に努めよう。今回はふみつける。おっと危ない、ガードがある。楽勝。アイテムちょうだい。鋭い牙、大したもんじゃない。あそこのアイテムっぽいとこだけもらっとこうか。鳥の骨。エーテルタ、鋭い牙。ここか。聞いてくれよ、火山の地下ですげえやつを見たんだ。ああ、ついにイフリート、やっとイフリート来たか。いろいろなお仕事来てますよ。やっとイフリートだ。サブクエ、もう3が出てるな。300達成。よーし、やっと追いついたか。炎の魔人とも称される召喚獣ウィリートの存在が確認された。巨大な存在である召喚獣を排除しなければクリスタル採取を継続することはできない。地球討伐に向かってもらいたい。こっちよりもこっちの方がいいんじゃないかな。さあ向かうか。鉄鉱石は欲しい。レゾナンス貯めながら行くか。自爆はさせんよ。ロアテス洞窟。すげえ熱い。くすんだ水晶。やだ、この水晶くすみすぎ。こっちじゃないな。
倒しとく。お、魂だ。バルチャーの魂。ほっとけ。いじめられてる。めちゃくちゃいじめられてる。早く画面を変えて。まっそく。いまいち。お、チョコボの魂だ。チョコボ作ろうかな。小さな羽根。よし、行きますか。イフリートさん久しぶりっす。微妙ですね。殴られてるし。レソナンスバースト。挑発しちゃった、間違えて。この辺も全部。ボーク。AP をちょっとね。あっつ。熱い熱い。リジェネ。ガード。AP 回復。これあれで走り回った方が安全なんだ。確か。炎の拳。ガード。普通の殴りの方がかわしにくい。ガード。もう半分だぜ。機関機関。V 破壊を狙ったのがいいかもしれない。よし、壊れた。爪、逆ガンを狙うか。ガード。バックアタック、ウィークメーカー。まあ普通の殴るなら凍結。凍結したっけこいつ。凍結しないな。ダメだ、走ろう。 AP 回復に。リッチェねー。ガード。ちょっと AP がやばい。
AP 回復、 AP 回復。食らっちゃった。まあもう終わるな。これは走った方が安全なんだよな。フィニッシュ。アイテムください。1分後にリベルタスに戻ります。でもアイテム回収したらもうすることないからとっとと帰るか。火の大魔将、火の魔将。6分46秒。お、レア出てる、レア出てる。お、プリンのレベルアップ。全然上がんねえな。イフリート討伐に成功したか。さすがだな。物足りなくなってくるはずだ。マリーに伝えておこう。他の召喚獣も出現しているらしいぞ。話を聞いてみるといい。いた。イフリートを撃ったエクスプローラーはフィエリテと申します。以後お見知りおきを。毒で弱らせ生きたまま食らうとか。何？協力をお願いします。シオン、海岸の方まで足を伸ばしてみたんだがね、氷の女王とも言うべき、魔物を見たんだ。召喚獣らしいぞ。まだある、お、スラマだ。召喚獣は不滅の存在、倒しても何度でも現れます。こういうものですね。ラム、3匹ぐらい召喚獣が増えたな。クエストオプション。お、氷の女王、雷の賢者、花園の文字が貴婦人かな。ロリュアス、ラム、シバ。シバは体験版にもいたからな。さあ、どれから行こうかな。